ポルシェ718バクスターポルシェ982は、ドイツの高級自動車メーカーポルシェが製造、販売する4代目ボクスター及び3代目、ケーマンである。2015年12月10日、ボクスター及びケーマンの社名を718ボクスターと718ケーマンに変更すると発表された。エンジンは、ターボチャージャー付きの水平対向4気筒エンジンを、搭載された。2019年6月18日、718スパイダー718ケーマン GT4 が発表された。エンジンは最高出力 420PS の自然吸気の4リッター水平対向6気筒エンジンが搭載された。2020年1月16日、718ケーマン GTS 4.0 が発表された。エンジンは、GT4 と同一のものを搭載するが、EQ のリセッティングによって、最高出力は 400PS となっている。中国市場を除き、従来の GTS は GTS 4.0 に置き換えられ廃止される。2016年1月27日、718ボクスターが発表され、同年6月1日に国内で披露された。グレードは、718ボクスターと、718ボクスター S が導入された。エンジンは718ボクスターには2リッター、718ボクスター S には 2.5 リッターの水平対向4気筒ターボが搭載された。2016年4月25日、718ケーマンが発表され、同年7月1日に国内で披露された。グレードは718ケーマンと718ケーマン S が導入された。エンジンは718ボクスター、718ボクスター S と共通のものが搭載された。2017年11月17日、718ボクスター GTS と718ケーマン GTS が発表された。エンジンは最高出力 365PS、最大トルク430ナノメートルに向上された 2.5 リッター4気筒水平対向エンジンが搭載された。2019年7月19日、718スパイダー718ケーマン GT4 の予約受注が開始された。日本市場へはともに右ハンドル仕様が導入された。価格は1215万円、1237万円。ボクスターとケーマンの社名が718に、2019年6月18日閲覧。ポルシェが新型718スパイダー、ケーマン GT4 を発表。2019年6月18日閲覧。ポルシェ718ボクスター、ケーマンに GTS 4.0、6気筒ボクサーは400馬力。欧州発表。2021年1月26日閲覧。ポルシェ718ボクスターの日本導入を発表。2019年6月18日閲覧。ポルシェ718ボクスター718ボクスター S が日本上陸。2019年6月18日閲覧。ポルシェ718ケーマンの予約受注がスタート。2019年6月18日閲覧。ポルシェが718ケーマンを日本で初公開。2019年6月18日閲覧。ポルシェが718ボクスター GTS、718ケーマン GTS の予約受注を開始。2019年6月18日閲覧。新型ポルシェ718スパイダー。ケーマン GT4 価格発表同時に予約受注を開始、ニュース。ウェブクグ、2019年7月19日閲覧。ありがとうございます。